皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。神奈川大学の小坂井です。さて小坂井先生、ICT が苦手嫌いっていう先生に一つだけアドバイスするとしたら何を伝えます？そうですね、やっぱりこういうことだったらできるっていうことをですね、真似するところから始めたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。確かに習うより慣れよじゃないですけども、まずは最初の一歩を踏み出すことが大事ですかね。はい、日本には周波理といったものがあるので、最初はまずパクってみるっていうところから始めてみるっていうのも悪くないですし、そこからオリジナリティ出せばいいんじゃないかなって思っております。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストスピーカーはこちら、茨城県立共和特別支援学校の藤田武史先生です。藤田先生は実践プレゼン2度目のご出演でいらっしゃるんですけども、今日は茨城のご自宅からリモートでご出演いただいておるんですよ。はい、前回4年半ぐらい前に出ていただいて、それから移動もあったんですけれども、実践がどのように進化しているのか楽しみに見たいなと思っております。はい、それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは茨城県立今日は特別支援学校の藤田武史先生。プレゼンタイトルは TTP で始める ICT 初めの一歩の踏み出し方です。藤田先生お願いいたします。どうぞ。皆さんこんにちは、茨城県立今日は特別支援学校の藤田です。よろしくお願いします。今日は TTP で始めるICT 初めの一歩の踏み出し方ということでお話をさせていただきます。さて、TTP とはということなんですけども、徹底的にパクるの TTP です。皆さん覚えておいてください。で、私自身いいなと思った事例を常に TTP しています。その一例がこちらです。皆さんもご存知、IT チャーズの中村純一先生の実践です。こちらを TTP しました。この実践、カメラとキーノート、これがあればできます。まず、春をテーマに写真を撮ります。2番目、キーノートに写真を貼ります。3番目、テーマをつけます。この3ステップになります。さあ、この中村先生の生徒さんが桜の前で写真を撮ってる風景、あと満開の花が咲いてる風景、こちらをこのように、このポーズ撮ってっていうわけじゃないんですけども、生徒がこのように自分でいろいろな題材を見つけて写真を撮る。そして、これらの写真にコメントを入れる。これやったのが高等部1年生。入学して4日目にやりました。彼ら上手に iPad を使いこなしていました。はい。そしてさらに授業でも活用しました。専門ではないんですけども、今年担当ということで美術の授業でもちょっと活用してみました。デカルコマニご存知でしょうか。写し絵とか転写って言うんですけども、生徒たちがこれを作品を作りながら、これ何とかみたいだね、何に見えるねっていう会話が聞こえてきました。そこで iPad を使ってちょっと遊んじゃおうということで、このように写真を撮って、その写真に先ほどと同じようにタイトルをつける、こういう活動をしていきました。子どもたち の発言を拾い上げて、生徒の気づきっていうところ、あと発見なんかをすぐアウトプットできるっていう点では非常に iPad というかタブレット有効かなと思います。こちらも入学してだいたい1ヶ月目ぐらいのね、授業になります。ちょうどなんか熊のなんとかっていうのがね、イメージしてるかなって女の子は思います。はい。元々の学習活動、美術でデカルコマニーをやるっていう活動にプラスアルファとしてこういう取り組みを組み合わせてみました。はい、で、生徒が
あまりにもこう集中してたんですね。で、そこでこう藤田マークなんですけども、これ。はい。藤田は考えました。はい。リラックスしてやっていいよって。なんか机に向かってすんごい集中してたので、リラックスしていいよって言ったら、ある男の子はやっぱ廊下に出て、はい。僕、こっちの方がなんかイメージ出ます、なんて言って、やっておりました。この後ちょっと横になってたりもしたんですけども、その写真はちょっと内緒ということで、はい。でも、その子なりにこう、イメージが出やすい姿勢っていうんですかね。そういうのでやっておりました。はい。で、TTP で始める ICT 始めの一歩ということでお話をさせていただいたんですけども、私のこう、ポリシーというか、いつも心に決めている3つのキーワードがあります。まず1つ目、安、安い、なんですね。次、近、まあ、近いとかね、あります。で、最後、短になります。短い。ね。まず、一つ目の案ですけども、とにかく安く。今回の実践についてもカメラとキーノート二つ、iPad の標準のアプリになりますので、これがあればすぐできるかなと思います。はい。で、金は身近な。もう春。あと美術でやった作品っていうところですね。で、そういうところを使って身近な素材、身近な題材を使うことで、それほどこう、準備とかもね、必要ないかなと思います。で、短、その準備、ね、短い時間で、すごい大掛かりなものではなくて、短い時間で準備もできるっていうところ。これを、この安近短をポリシーというかね、心に置きながら実践を進めています。はい。ということで、TTP で始める ICT 始めの一歩。カメラとプレゼンテーションアプリ。もしくは、文書作成アプリですね。キーノートとか、あとページズとか。そちらをうまく活用して、子供たちのアウトプット、表現したいというところを実践してみてはいかがですか？まず一歩。これらのもう元々入ってるアプリを使って、まず一歩踏み出してみませんか？ということで、本日紹介をさせていただきました。ぜひ皆さんやってみてください。以上、今日は特別支援学校の藤田でした。ありがとうございました。市川工業高校電気科の片岡です。本日は iPad で PDF 編集、Adobe Acrobat をご紹介いたします。ギガスクールや BYOD で iPad が配布された学校もあると思います。簡単に活用できる方法はないかなと思いの先生方、紙がですね大量にあると思います。これをですね iPad に入れることによって SDGs もあるのでなんとか紙を削減しよう、まあ、そんな思いもあるかもしれません。そこで今日ご紹介するのは Adobe Acrobat iPad 版です。実はですね、PDF の読み込みを Google ドライブや OneDrive から読み込めたりですね、手書きの注釈、または検索機能もありますのでご紹介いたします。まずはですね、Google ドライブから読み込んでみましょう。Google ドライブをタップするとですね、即座にフォルダが出てきます。PDF をですね、タップするだけで立ちどころに PDF ファイルが読み込まれます。このように高速にスクロールしますので、なかなか便利な、リーダーとなっております。次にですね、検索をしてみましょう。検索窓をタップしてキーワードを入力しますと、これもかなり高速に検索されます。このようにですねオレンジ色にハイライトされますので、それをどん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 スクロールしていくとですね、検索が可能になっております。次にですね手書き注釈を見てみましょう。手書き注釈のツールボックスをクリックするとですね、このように色だとかですね、太さが選べますので、Apple Pencil または指でですね、このように波線を描いたり、丸印をつけたり、こんなことも可能です。もちろんこれはですね、即座に保存されます。また図形なども描けますので、ちょっと見てみましょう。このように図形や文字のですね、ツールボックスをタップしますと、今回は四角を選びますが、
このようにですね、四角をですね、Apple Pencil は指で書いて、移動や拡大縮小も可能です。なかなか便利な機能でございます。アクロバットのですね、PDF、それからノート、これ使い分けはどうしようかなと思うんですけども、やはり用紙を大量に使う、またはカラーで見せたい、図表入り、こんなものはですね、PDF で配布して、これまでのノートや紙はですね、メモで使わせる、こんな使い分けが便利かなと思います。そしてこのグッドノートとアクロバットの違いなんですけども、グッドノートは高機能なノートという単位でデータを管理いたします。また手書きやツールが非常に豊富です。なので iPad ローカルにデータを保存するときには GoodNote、クラウドシステムに直接書き込みをするときは Acrobat、こんな使い分けがですね、便利かなと思います。ギガスクールや BYOD で配布された iPad、 ぜひ PDF の閲覧から始めてみてはいかがでしょうか。はい、ということで茨城県立今日は特別支援学校の藤田武先生のお話をお聞きしたわけですけども、いかがでしたか。はい、非常にですね、面白い話というよりも、なんという意外な TTP だって思いました。藤田先生みたいにこう先進的な先生も真似しているので、安心して多くの先生はパクっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。また今日お話の中でも出てきた藤田先生のポリシーとしている安近短、これもハードル下げるっていう意味ですごくいいキーワードですよね。はい、藤田先生のそのプレゼンの中で非常に私も思ったのが、そういったところで横展開しやすいっていう非常に優しい事例だっていうか、その優しい事例でいいんだよって言ったようなところのメッセージをですね、感じ取ったんですけども、そういった点でも藤田先生のお人柄の良さっていったものが分かったところでございます。はい、ぜひこういう部分真似していきたいですよね。はい、はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.